横断歩道を渡れず困っていたおばあさんを助けた白その夜謎の光と共に昼間助けたおばあさんら白の目の前に現れるその正体は親切にしてくれた人の願いを叶える妖精だった白は願う新之の助の兄弟になってみんなとご飯を食べたり遊んだりしたいと願いを叶えてもらった白は新之助とウリ二つの見た目という設定の人間になるが妖精からチンチンカイ,カイというセリフを言うと犬に戻ってしまうので言わないようにと忠告を受ける新之助の双子の兄白之助になり白は人間としての生活を満喫していたそんなある日 七子お姉さんに誘われピクニックにやってきた白之のたちだったがしんのすけが迷子になってしまうみんなでしんのすけを探しに行くが見つからずさらに雨が降り始めてしまい犬の嗅覚を使えばしんのすけを助けられるが犬に戻ったらもう二度と人間にはなれないそれでも白はちんちんかいかいととない犬に戻りしんのすけのもとに走っただがしんのすけはすぐ近くにいたしかも普通に元気そうでずっこける白。犬に戻った白。ある休日家族ドライブに出か家族だぞと言ってしんのすけがしを連れて行くというその言葉を聞いてこの回い番の満面の笑みを浮かべるし たちも両商七郎もドライブに行くことになった。